ヒアゴヒロアキ事典は、かつて、神奈川県横浜市南区中島町に所在し、ユニー株式会社が運営していた小型 GMS で、ある。古札グミオジから、鎌倉街道の間にある闇市の流れを組む、アーケード街グミオ寺商店街内の少し離れた一角にあった。ユニーの前身、五福、医療系スーパー、ホテヤによって1962年に開店した、店舗であり、 同社の神奈川県内の店舗では初めて食料品を扱った店舗であった。店舗立地の通算年歴は約55年に及び閉鎖時点において営業を継続しているユニー店舗の中では最古産であった。開店時2階建てだった建物は1971年4月27日に放火とみられる火災で全焼。その後建て替えを行っている。同店は ユニーの店舗として、金沢区の旧アッピタ金沢文庫店とほぼ同じ時期に建設されていた。面積が狭いことからエスカレーターは設置されていないが、エレベーターは設置されていた。2017年10月に閉店。店舗建物は、築45年を経ており、老朽化を理由としている。なお、翌年2月より、解体工事が行われている。土地ともに、自社所有であり、 解体後の跡地利用は未定となっていたが、すでに伊藤中都市開発に土地が売却されており、同社によって、マンション、クレビア、横浜広明寺が2020年2月に竣工している。ありがとうございます。